速稼塾の暗号通貨ニュースです。今日はちょっとびっくりするニュースなんですけども、この7月でですね、イーサリウムがなんとね4回も盗まれるという ICO こういう事件があったんですよね。9億円ぐらいですかね、7億8000万円ぐらい被害が出てるということなんですよ。まあすごいですね、暗号通貨、仮想通貨のイーサリウムが7月に入ってから、なんと4回も盗まれるというね、被害に遭ってるという報告がありました。今回はプラットフォームのベリタジウムっていうんですかね、これね、これの ICO で9億円を超える金額が盗まれて、で1週間前にはですね、コインダッシュの ICO で約7億8000万円分の被害だと報告がなされています。こういうことを皆さんご存知ですかね。で ICO には参加しないから大丈夫という方、ウォレットから盗まれるということも起きてますんでご用心ください。暗号通貨っていうのはですね、ログが残ってどこからどこに移動したかが誰から見ても分かるっていうのが売りの一つなんですけども、実際に私もですね、どう解析してもどこに行ったのかログって見えないんですよ。これどなたかね、ログを見れる方ってご存知ないですかね。暗号通貨の移動の履歴が見れるというのがね、安心材料の一つだったんですけども、実際はちょっとまだ誰も見れてないということもあるんですよね。でもね、本当ウォレットから盗まれるという、あなたのウォレットから盗まれるということもありますんで、そうなった時にあなたは取り戻しがないと思うんですよ。もちろん警察も動いてくれないですし、裁判所も何もしてくれないですからね、ちょっとわかんないと思いますね。で昨年の6月にも大きな盗難と言われることがありました。大きなお金が集まるところには、必ず何かが起きますけども、セキュリティは大丈夫ですかね。イーサリアムの盗難にはもう非常にですね、注意が必要です。結構盗まれてます。はい、以上でございます。